はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は七夕スペシャルガチャ。もうすでにね、七夕は終わってしまって超駆け込み感があるんですけれども、こちらのガチャを引いていきたいと思います。つのちゃんの別バージョンですね、袴バージョンがデビューとなっております。あとはまあ夏にね、ちなんで浴衣の3キャラプラス、振袖みやびちゃんが復刻してますということで、50連目まで引きますとバナー PSR が、1枚確定になってますので、ここまでは引いていきたいと思います。とあとそれで、ね、まずはちょっと袴のつのちゃんから見ていきますか。まあ、通常バージョンと同じでね、コントロール上限アップとミート上限アップはついてます。で、金徳が変わってますね。投手なら速球プライドで、野手なら一番槍ということで、通常バージョンの時はね、一応金徳が選択できたんですけれども、こちらは、特に選択というわけではないです。なんか最後のエピローグで金徳が手に入ったような気がしますという感じで、まあガッチャに入る前にですね、あとチケットですね、七夕用のチケットが、まあ、1等賞だけ4枚ありますので、まずはこちらを引いてから、ガチャの方を、引いていきたいと思います。もう 4連40連じゃない、4連引いていきます。待って、出現指から立川、新島ちゃん、美羽ちゃん、水月、桜座、ナヌク、そう、ここら辺ってなんかちょっと微妙なキャラを入れてくるよね。ぶっちゃけ PR 大丈夫博士像が一番欲しいな。まあいいや、そのまま4枚引いていきましょう。虹が出てる、キラーも来てる。なんだなんだ、あ、 PR 大丈夫博士像、これ1枚目そうだな。タッチ、あー、ミュウちゃんか。俺ミュウちゃん持ってるんだよね、実は PSR を。使うかって言われたらまだ1回も使ったことないけど。では七夕スペシャルの方に行きますか。そう、あとね、織姫ガチャもありますけれども、やっぱね、はるかちゃんのね PSR 欲しいけどね。どうだろうね、月田さんとかね出てもね、ちょっと微妙だからね、とりあえずこっちにします。俺キャラ的にはなんだっけ、浴衣3キャラはかなり好きな方なんで。で、タンガチャの方ですね、これは1回目のみ、 PR 以上つのちゃん確定なので、これ1回引いていきますか。袴のつのちゃんはね、なんかパワチャレで普通に SR1 枚くれましたからね。まあ、固有がね40解放なんで、まあ、大体40解放の時って1枚目はなんか SR 配ってますよね。まあ、そこから頑張って解放してくださいということなんでしょうけれども。では10連目いきます。ほい、あれ、ここなんだっけ、一応入ってる。確定だったか確定じゃなかったか忘れちゃった。確定っぽいな、位置的に。ミオちゃん、ミオちゃん猫かぶりを持ってないからね、猫かぶりがいったらもうちょっと溜めているミオちゃん全部ぶっ込みたいんだけどね。まあこんな感じですね、特に収穫はないな。あ、 PR のツノちゃんがおまけなんだ。SR 以上1枚確定、あ、通常の SR が1枚確定ね。で、バナー SR が20連目は確定と。と言ってもね、袴つのちゃん以外、ま、SR はもうプラゴになっちゃってるんで、できれば PSR が欲しいけどね。アンパンちゃん、キャラが若干揃ってくるとなかなか収穫という収穫が出てこない。浴衣キャラから SR 確定と言われても、もう全員あれだしな。しかも浴衣じゃない方からもさ、解放できるから結構余り気味なんだよね。だから PSR のところで誰が出てくれるか。まあ、そしたら余ってるキャラはもうぶっ込んでいきましょう。
ぽい。特に感動もなく。次、つのちゃんかみやびちゃん。あ、虹キラーン来た。どこに入ってる？また2枚目とかありえるからね。この前の2枚目だ。みずきちゃん、みずきちゃん俺ね、覚醒したら使いたいんだよね。クレッセントムーンをね、やっぱりタワチャレ用に覚えておきたいんで。まあロマン枠ですね。一応 PSR みずきちゃん、また2枚目だよ。このキラーンのところが虹キラーンがで、じゃあちょっともう一回 PSR がもらえますので50連目いきましょう。ただみずきちゃんはね、野球マン2号にぶっ込んでるんで全然残ってないんですよね。まあいずれは手に入るでしょう。ここは袴のつのちゃんで、袴のつのちゃんってでも上げらんないんだよね、レベルが。どっちかっていうとみやびちゃんの方が欲しかった。みやびちゃんはねそれなりに余ってるんで。あれってか R 初。まあこんな感じでしたと。そう、一応じゃあ見てみますか。まあどうだろうね、使うか使わないか。あれ40じゃなかった、あの固有35だ。あ、そうなんだ、40だと思ってました。すいません、間違えてしまいました。いや50は作れないよ。一応置いときましょう。というわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。